これね、覚えてね。待てよ待てよ。はい、トゥートゥルトゥトゥトゥ、うん、ちょこちょこちょこピー、どっちだ、どっちに行きますか。お、ファイナルアンサー。じゃあ正解は、正解じゃじゃーん。誰だ、本当に。来たぜ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 、クリスピードーナツ。ちょっと福ちゃんやめて。おー、じゃじゃーん、うまそう。待って、バカテンション上がるんだけど。俺ドーナツマジ好きなんですよ。もう俺の中で甘いものといえばドーナツかドーナツ以外かっていうぐらいドーナツ好きなんですよ。クリスピードーナツでドーナツ12個買ってきたんで、ちょっと食べたいと思います。まずはじゃあシュガードーナツ。なんかミスドと悩んだんだけど、なんかクリスピーの方がなんかシティ感あってかっこいいかなと思って。いただきます。うまっ。ミスドと全然違うわ。あんまり行くことないから。うん、なんてうまいんだ。で、今日のお供もコーラ。結構サクッといけるわ。どんな抹茶の味するのかな。うわっ、中もちゃんと抹茶。うわ、めっちゃ抹茶。しかも結構ガチ抹茶。うん、これも気になるんだよな。シナモン。うわ、これもうまっ。クリスピーナッツの、クリスピーナッツ、クリスピーナッツ、クリスピーナッツはあるしてたよね。クリスピードーナツ、さっきずっとなってた。わかんね、可愛く見えてきた。量産型だね、こいつは。こいつ可愛いタイプ。夜更かしの歌。パンチ力が朝倉みなみなみ、朝倉みなみなみ、あ、言いにくいな。朝倉みくるか。うめえけどラーメン食べたくなる。ふわふわっていこうかな。ジャニオタ食ってやる。うん、カラフルなやつがシャキシャキする。これウーバーイーツで頼んだんだけど、ウーバーイーツにこれあるのもすごいよね。なんで俺 ASMR してんの。 ASMR 顔してないしね。めっちゃ神されてる服に。この子行こうかな。あ、スポドベリータイプかと思ったら違ったわ。やっぱ中身だな、大事なのは。次はこれかな。え、なにこれ、この上のやつ。めっちゃうまい、この上のやつが。海苔を食べれるの日本人だけって言うけど、ガチなのかな。いや、カリフォルニアロールってあれぐらいで食えるか。これが一番美味しい。わ、なんかさ、こんだけ甘いもん食ってるとなんか体震えてくるんだよ。やっぱりこいつが一番うまいのかな。シュガードーナツ安定って感じするわ。ちょっともう食えんわ。また後で食べよう。ミスドよりこっちの方が俺は好きかな。あ、いただきますしてないかも。いただきます。そしてごちそうさまでした。